はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は中学生の理科、熱の移動についてお送りします。で、問題がですね、5問だけなんですが、こうやって穴埋めがありますので、ぜひ一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、ちょっと内容がね、不安なところがある方は、ぜひね、この後説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな では、早速ね、まず1からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よしじゃあ始めていきましょう。で、ちなみに、下、空いてるのは、ここちょっとポイントを後で書き足します。なんで、意図的にちょっと開けてあるんでね、気にしないでください。で、久々に、<laughs> まあ、簡単な絵なんでね、この辺は書けましたけど、そう、絵が苦手なんでちょっと汚くてごめんなさい。で、右の図のように、鍋です、これ。鍋だよ。鍋に水を入れて加熱しました。まあ、火にかけてあります。加熱するのね。 で、金属の玉弱子。ま、あの、お玉っていうあの、味噌汁とかすくうやつ。それの金属製です。いいかい金属製の玉弱子を A の位置いい。お湯に入ってるんだわ。この玉の方は。で、上を放ってね、位置で持ってたの。A のとこでね。持ってたら、そこまで熱くなってきたのよ。玉弱子別に火当たってないんだよ。当たってないんだけど、熱くなってきたと。このように、温度の異なる物体が接している時の 高温の部分つまり温度が高い部分から温度の低い部分低温の部分へ熱が伝わる現象をホニゃララと言うと先に答え書いちゃうねこれ何かっていうとちょっと画数が多いんで待ってね熱熱にに伝伝わる導導く熱伝導って言いますちなみにこれ熱とっても大丈夫ちょっとッコにしとくね 電動でも丸になる。まあ、個人的には熱電導の方が好きですけど。いいかなまあ熱が伝わ、まあ、電動って伝わることだからさ。熱が伝わるで熱電導って言います。で、これ、みんな実感できるかなまあ料理とかされる方はすごくわかると思うんですけど、金属製って温度が伝わっていくんですよ。だから、お湯がね、あ、まあ水だったんだけど、火にかけ、あ、ほん火、なまってる。火にかけてって、どんどんお湯になるじゃんか。そうすると当然、お玉のこの部分も熱くなってきますよね。 その熱くなってたところが熱がこうどん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 上に伝わっていくんです。上はさっきも言ったみたいにお湯にも火にも当たってない。だから元々冷たいわけでは普通に持ったら。だけど熱がこうやってね、どんどん上に伝わってここも熱くなってくる。そのうち持てなくなるからね、ほんとずっと入れちゃうと。いいかな、まあやけどしちゃうみたいな感じの。で、こういった感じで温度の異なる物体。 熱いものと冷たいものが接している時に熱い部分から低い部分に温度が移っていく伝わっていくのを熱伝導って言いますこれがまず1個目覚えてほしい言葉ねで次に鍋の中の水あったじゃんか水は温度がほにゃららの部分が上これも先に言うと高いか低いかです温度が高いか低いかの部分が上に行ってどっちかの部分が下に移動していきますだから全体が温まるって さあ、2択です。2択だよ。温度が、えっと、上に来るのは温度が高い部分でしょうか温度が低い部分でしょうかはい。これは高い部分が上に来ます。温度が高い部分が上に来る。だから逆に温度の低い部分が下に来ると。これはぜひ覚えてください。ちなみにこれ今液体じゃん。 水ってお湯っていう液体の話をしてるんだけど、気体でも同じです。気体もね。で、どういう流れになるかっていうと、まあ火でね、熱してるわけでは加熱してるじゃん。バーっつって。あったかい温度がこういう風に上に上がっていく。上に行くからね。温度高いものは。で、ずっと上に上がって上に上がりっぱなしなんじゃなくて、流れができる。こういう感じで。つまり上に行くんだけど、まあぐるぐる回る感じで、ね。 こう、上に行くんだけど、こういう感じ。だから、こういう風にぐる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 。まあ、目には見えないけどね、そんなね。こうなって、ね、回るから、全体が温まっていくの。だからさ、お湯温めた時にさ、うわ上が超熱い。え、下全然水じゃんってなかなかないでしょそれは。そう、火にかけておけば。いいかなこういう状況が起きてます。で、ちなみに、このねあ、全体が温まると、この現象のことを、 流流って言います帯流で気をつけて、これ熱ついちゃだめです。熱対流とは言わないので、まあ、ネットね、検索すると熱対流って言葉出てくるんですけど、教科書では記載されていないので、対流で覚えてください。いいかなで、ちなみになんですが、ちょっとこれおまけ書きます、1個目ね。どっちにしようかな、こっちに書こうか、この部分。 これ、なんで、温度が高い部分は上に行くでしょう。温度が低い部分が下に行くでしょう。っていうのも、まあ、出る可能性があると思っているので、ぜひ覚えてください。これはですね、密度が関係しています。密度。あ、ちょっとインクが濃い。<laughs> 温度が高い部分、こっちね。高い部分は、密度が小さいんですよ。密度が小さい。温度が高い方はね。 密度が小さいから上に行きます。いい密度が小さいから。で、それを覚えてください。温度が高い部分は密度が小さくなる。だから上に行くんだって。いいかそれだけ覚えておけば大丈夫です。いいかなこれ二つ目。熱伝導、それ対流ね。で、ラストです。ちなみに、B の位置。これは、えっ、ー、と、鍋に直接触るんじゃなくて、この辺に手があると思って。私は手の絵が描けません。許して。手。だからこうね、触れてないの。 触ったらもちろん火傷すっからさ、ちょっと離れた部分にいると思って。でもさ、イメージしたらわかるように、火にかけてる鍋が、なまるな。鍋があると。で、ちょっと離れたとこに手に置いてもさ、あったかくならんあったかーいみたいな。あのさ、焚き火とかキャンプファイヤーのイメージそうだよね。火がぼーって燃えてて、火を触ったらもちろん熱いんだけれども、ちょっと離れててもあったかいっていうか、蒸しク熱いってあるじゃんで。そういったことが起きる。B の位置のような鍋の周りで、 手をかざすと鍋に触れてなくても熱く感じると。これにも名前があります。で、これが、ここはね、熱がつくんよ。熱、ちょっと出ちゃった、ごめん放射。熱放射って言います。で、これと同じように、これ熱取っても大丈夫です。で、カッコしておきます。放射でも OK。ただ、個人的には熱放射が好きです。<laughs> 合わせなくていいけどね。 熱放射名前が3つね今回ポイントとしては熱熱伝導対流熱放射覚えてくださいでもう1個さっきねおまけでこの温度が高い部分は密度が小さくなるから上行くんだよっていうのは、ね、話しましたけどこれさなんんで離れててるののにあったかくなるのって話じゃこれはねこの熱い部分まあ高温の部分ね高温の部分からあるものが出てます出てるでそれを感じ取ってあったかく感じるのうちらは 何が出てるか、それを覚えてください。これはですね、光と、まあ、この2つを覚えておいてもらえれば大丈夫です。光や赤外線入ってるよね。あ、OK、OK。全然入ったわ。光や赤外線っていうのが出ています。高温のものからは。で、それを受け取って、うちらはそれを熱い、暖かいというふうに感じています。それもぜひ覚えてください。 例えばさ、めちゃくちゃゃく寒い冬冬ちょっとイメージして今冬じゃないけど撮ってるのはね冬にさすごい天気がいい日で太陽のさ当たってる分あったかいじゃんあったかいみたいなあれは宇宙にでも太陽からのエネルギー太陽からの光とか赤外線を受け取ってるからあったか感じるのいいかい。だから熱放射っていうのはこいつが関わっているのでその光と赤外線っていうキーワードは是非ね一緒に覚えておいてもらえたら嬉しいです。 といった感じで、まあ、今回はね、シンプルな内容なんですが、ぜひね、熱伝導、そして対流、熱放射ってこの3つのキーワード覚えておいてください。そして、ね、2つと、二番と3番じゃないや。2つ目と3つ目はね、ちょっとポイントを付け出しましたけど、なんで上の方にね、えっと、温度が高いものが来るのかっていうと、密度が小さくなるからだと。そして、なんで熱放射、こうやってね、暖かく感じるのかっていうと、高温のもの。 あったかいね、熱いものからは光や赤外線が出て、それを受け取ってるからなんだっていうのは、ぜひね、プラスで覚えてもらえたら嬉しいです。では、今回は中学生の理科の熱の移動をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。